皆さんこんばんは、みとくでございます。今回は白猫プロジェクトスノーフェアリーテイル、こちらね、復刻ですよね、難易度10をやってみたいと思います。ちなみに今回はネモを使いたいと思います。初めて使うんですけど、どんな感じなんでしょうか。楽しみです。さあ始まりました。一定時間肉まんを防衛ということなので、守っていかないといけないからね、ちょっとこのキャラで来るんじゃなかったな弓とかの方が良かったですね、絶対。そうしくったで、あーしかも、そっかそっか、あーこれ思い出した、毒だまあ見りゃわかるけど、あーなるほどな、こりゃ大変だ。そしてね、初めてネモ使うんですけど、そしてさっきね、武器も変えてきました、交換しました、出ないから探偵武器全然出なかった、本当に悲しいぐらい出ない。そしてこれなんかさ、武器スキルが面白いんだよね短っ、あこんな短いんだ、もっと長いのかと思ってた。へえ、でもかわいい、武器スキル超かわいい。でなんか S2 でなんか出るんでしょうすごい超かわいいんだけど。へえ、一緒に攻撃してくれる、これって点灯するまでついててくれるんだよね。あこれ超いいじゃん、結構遠くまで飛びますよ、斧なのに。あこれはいいわ、これは便利だわ。なんかここって脇場所あるんですよね。ああ食らっちゃった、この毒結構ダメージでかいよね、35も。状態異常ついてないのかネモは。でもあれだね、虹についてるから大したことないかな。あ消えちゃった、 S2 はあれだ、ずっとついてるわけじゃないんだ、なるほど、まあそりゃそっか、ブーンとこのね車がいいよね、操作可能スキルってすごい珍しいですよね、アクションスキルじゃないや、武器スキルで超楽しいよ。なんかこれは強さ関係なく、なんか取ってよかったなって、取ってよかったって交換してよかったなって思う。あとちょっとで終わっちゃうね、あー楽しい楽しい楽しい、超楽しい、これはでも超楽しい。まあ本当は斧はノアちゃん欲しかったんですけどね、手に入らなかったので、まあ、ちょっとこれからは斧はネモかな。あ、お辞儀しとこ。ありがとうございました、皆さん。やばいな、ちょっとネモ超楽しいな。短かった、もうちょっとやりたかったな。っていう感じで、復刻もね、来ております。この肉まんの武器がもらえるじゃないですか。その武器ね、全然強化してなかったので、ちょうどよかった。建物だけはね、マックスにしてあるんですけど。おお、賠償使ってないけどこんなに手に入るんだ、いいね、ここいいね、やったという感じでネモ使ってみました。楽しい、めっちゃ楽しいこれで。一応ね、おさらいまだスロット開けてない、開けてないのバレちゃった、もうついさっき交換したばっかりなので、全然ね、スロットは開けずに挑んでしまったんですけども、まあ難しいクエストじゃなかったから、まあいいか。で、敵にダメージを与える、移動速度アップにヒットポイント自動回復、リジェネ付きっていう、いいねこれ、この武器いいね、しかも車になれるすごい短いけど車になれる、あれめっちゃ楽しい。うん、で封印無効とかもついてるし、いいね。アクセもつけてなかった、ごめんなさいしかもアタッカータイプでしょ、アタッカータイプあんま持ってなかった。あでもティナとかビビとかアタッカーだっけ、そっかそっか。でも斧はね貴重貴重で、 S1 が攻撃防御アップで物理ダメージ軽減、非物理ダメージ軽減、非物理ダメージって何、非物理ってことは魔法とかってことかな、が軽減するのかな。で、S2 が雷属性の攻撃速度アップ、プロテクションバリア。いいね、バリアついてる、いいね。で、アルゴノート、この援護射撃すごい
強くない？あ、でも30秒なんだ。でもね、30秒な気がしなかった。結構長く感じましたね。で、点灯すると消えちゃうんだけど、30秒間。いや、S2もすごい楽しい。え、今回のね、もうめっちゃ良くないですか？あれ、前回ドラゴンだったっけ？ドラゴンのネモは手に入らなかったんですよ。持ってないので。でも結構強いんですよね、ネモ。いや、今回手に入ってすごい嬉しいな。お、かっこいいね。ネモかっこいい。まあ、後から見たんですけど。いや、すごいね。楽しいよ、これは。じゃ、ノアちゃんみたいにはいかないかもしれないけど、多分使ってて楽しいキャラクターかな。今回の探偵キャラって多分すごい楽しいよね。武器は全然交換してなくて、あのフランちゃんとこのネモの武器しか交換してないんですよ。本当はメリドとあとザックの武器も交換したいんですけど、ちょっとね、交換できないかな。できてもあと1個かな。だからすごい迷ってるんですけど、メリドも欲しいな。バリアントですからね。あんまバリアントの武器持ってないから、パルメとジュダのモチーフしか持ってないので、欲しいっちゃ欲しいんですよね、メリドの武器も。で、リリーちゃんとかは出てないので、残念なことに、まあいいかなっていう感じです。というわけで、ネモめっちゃ楽しいことが判明しました。初めて使ったけど。じゃあ今後ね、斧使うクエストとかあったらネモでいきたいなと思います。はい、それでは今回はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。皆様、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック、スマホ、携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。